はいそれではイラストレーターで作業をしていきます、えー、前回の動画で作ったロゴがこれになりますでここからですね、えーまあ、さらに気になるところを調整していきます このお家の形をもうちょっとこう右側にひしゃげているような感じにしてみますまあ少しナチュラルさをですねもう少し 加えたいなと思って,いてまあ例えばこの辺りにですね小鳥のシルエットみたいなものを入れたらかわいくなるんじゃないかなと思います。これもそのハサミでちょきちょき切ったような。 タッチでいいと思うんで,す、ね、でまあ細かいことはあまり気にせずに、えー、小鳥っぽく見えればいいかなとどうでしょうか あの、先ほどの前のデザインと比べると、鳥が入ったことで、かなりこう、有機的というか、まあ、ロゴが生き生きとしてきますよね。生き物が入るからなんでしょうね、きっと。より有機的な雰囲気が、 出てくると思いますそれからまあそのデザイン上のいいアクセントになりますよねこういうものが入るとでこれもそのあまり子供っぽくならないように書くのがポイントで、まあ、これに目玉つけちゃったりとかコミカルな鳥の形になるとあまり良くないかなと思うんで、まあ、そこは敵大人っぽく 見えるように意識して書きましょうあまりリアルにする必要はないですね。 この丸の形がちょっとカクカクしすぎてたのでちょっと書き直しました。 あの後からこうパスを追加して調整するとやりやすいですね。とことラフに作ってますけど、例えばこういうところはですね。 こういう細く隙間ができちゃうとかっていうのは、例えばカッティングシートとかでこういったロゴを作りたいときに、あまりこう鋭角に細かいところが切り込みが入ってたりするとここから破れてきたりとか、まあ作るときにうまく加工ができなかったりするので、これ中途半端な空きはできるだけこう潰して作っておく方がいいと思います。 まあ例えばこういうとこもこうギリギリくっついてるかくっついてないかわからんぐらいの感じよりかはしっかりくっつけると。 それから文字の並びについて、えーまあ、これで本当にいいかなというところを少し見ていきます。あの、ラフスケッチの時も、えー、書いたものを消さずに横にどんどん作っていきましょう、書きましょうということを話しましたけど、この実製作においても、まあ、いわゆるこれ試作、 って言われるような作業ですけど、試しにこうやってみた。で、あ、ここももうちょっと気になるな、っていう時に、えー、ある程度作業したら、それを置いといて、えー、さらにコピーをしてから、そこに手を加えていくようにして、えー、この作業経過ですね、プロセスをこう残していくようにした方がいいと思います。まあ、後々見返してですね、やっぱりこの形の方が良かったな、とか、なった時に、すぐにこれが使えると。 ということですねあの一つの作業で一つのデータで作業し続けると、えー、元に戻れなくなったりします。で、この文字ですね。もう少し動きをつけてみようかなと思います。 余白はこう取りたいんですけどあんまり空きすぎるとまた間延びしそうですよね。 最初の時よりももう少しこうランダムに動きをつけてみました。はい。それで、えー、ここにですね、今度は印刷のこう、にじんだようなテクスチャーをですね、えー、加えていきたいなと思うんですけど、まあ、この際に、えー、やり方としてはですね、 ま、一旦このモノクロ、黒ベタで作っておいて、まあ墨、隅100%ですね。で、これを、まあ、A4 用紙。まあ、例えばこれ全体が A4 用紙。もしくは A、B5 でもいいですね。B5 ぐらいの用紙。だとしたら、だいたいこんな感じ。ほどほどの大きさで。 配置しておいて、これで、えーまあ、B5 なら B5、A4 なら A4 で、一旦プリントアウトします。で、プリントアウトした原稿ですね、こう出てきたプリントを、コピー機の、今度は、えー、コピーを取るところの原稿台に入れて、で、えー、25%、最小縮小ですね、25%でモノクロコピーを取ります。そうすると、 これが B5 サイズだったとしたら、端っこにですね、このちっちゃーく縮小されたロゴが印刷して出てきます。で、このちっちゃくなって出てきた原稿をですね、もう一回コピー機の原稿台に入れて、今度は逆に400%に拡大します。で、コピーを取ると。そうすると、元のこの大きさで、えー、コピーが出てきますけど、一回縮小したロゴはもうすでに 周囲が荒れているので、えー、それがぐーっと400%に拡大して、えー、上がってきます。で、今回、えー、このデータをですね、2回コピーを繰り返して、要は縮小。それを拡大。そしてまた縮小。縮小したやつをまた拡大っていう感じで、まあ、2回繰り返しました。で、まあ、どんな質感になるのかというと、ちょっと横にこう用意してますけど、 こんなテクスチャーになりました。ちょっとまあの事前に作っていたので、さっきブラッシュアップをした形と、まあ、微妙に違いますけど、こんな形で作っています。こう拡大するとですね、こんな感じでコピーが荒れてる感じがわかるかなと思います。 で、コピーを取った、まあ、コピー用紙ですよね。まあ、その原稿をスキャンして、パソコンに取り込んだものがまあこれなんですけど、まあ、最初ですね、画像にしてスキャンしたときに、このエッジがある程度こうギザギザにこう荒れてはいるんですけど、ぼやーっとしてる場合があります。そのままイラストレーターに持ってくるよりも、一旦フォトショップに持っていって、 コントラストをパキッとこう調整して、で、このぼやーっとしているところをはっきりさせる、くっきりさせて、で、エッジをですね、全体的にシャープネスのちょっと強いやつをかけて、このギザギザ加減をパキッと見えるような状態に、画像を修正してですね、それからイラストレーターに持ってくるといいと思います。 で、解像度はですね、例えば先ほどの B5 サイズ。B5 サイズにこう程よく入っている原稿ができたと。で、それをスキャンして、解像度をですね、300とか。もしくは、まあ多少大きくてもいいですね、600とか。 で、モノクロでスキャンしておくと。で、それをこう画面にボンとこう、配置すると、えー、こんな大きさで配置できたっていうことですね。で、これをですね、あのー、ピューとこう縮小してから、画像をトレースするでもいけるとは思うんですけど、えー、感覚的には、この大きい画像のままで、 やった方が綺麗に撮れるような気がします。えー、具体的には、オブジェクトの画像トレース、作成。で、画像が大きすぎますけど、いいですかみたいな感じなんですけど、まあ、このまま継続で OK とすると。まあ、そうすると、自動でこう、もうトレースが始まってるんですね。で、えー、細かい調整は、ウィンドウの トレースを開くとこういったウィンドウが出てくるので,でここの式位置っていうところを左に下げるとちょっと細くなるよりシャープになる式位置をこう増やしていくと太りますですのでまあ ちょっとかすれすぎたなって感じの時はこの敷位置を右にスライドを動かして上げてあげる逆にえなんかぽってりし,しすぎちゃったな丸まっちゃったなっていう時にはえ左側の方に移動してあげるとえよりシャープに取ってくれますで今回あんまりこうかすれさせても細かすぎても まあこういうことですね。こう、かすれすぎてもよくないので、ある程度全体をこう、ベタが出て、で、エッジのギザギザ加減もある程度出るというところぐらいで、えー、いいかなと。で、パスはこう、大きい方が、パスが多い方が細かく取ります。で、コーナーとかですね。ノイズ。 もうある程度この原稿に忠実にやりたいときには高めにしとくといいのかなと思いますね。それで、オプションのところの下の方にえホワイト無視っていうチェックボックスがあるので、これをチェック入れます。そうすると、この背景とかですね、丸で囲まれたところが 透明に抜けます。こういう状態にしておいて、オブジェクトから分割拡張ですね。で、OK すると、パスにこうなります。で、この細かい 点は、えー、取っておいた方がいいかもかんないですね。 この、えー、テクスチャーをつける前と、えー、つけた後で見比べると、形は微妙に違いますけど、このエッジの質感ですよね。まあ、これぐらいのこう差が出てきます。やっぱちょっとこう味わいが出ますよね。で、あとこの細い文字とかちっちゃい文字は、えー、均等に先ほどの加工をしちゃうと、 ぐにゃぐにゃになりすぎて読みづらいとか、そういうことが起こってくるので、できれば、この文字の部分、まあ、特に小さい文字だけですね。小さい文字だけは、別画面に持っていって、ちょっと拡大した状態で、先ほどのコピーの縮小拡大っていうものを、別ッやると。このカフェだけもやると。っていうふうにやると、 もう少し、このぐにゃぐにゃ加減が、もうちょっと細かくなって、見やすい形で仕上げることができます。今回そこは割愛させてもらいますが、こういう形でテクスチャーを加えるということですね。はい。で、このテクスチャーをつけたものに、 まあ色を入れていくと。モノクロでですね、黒墨100%でいくということでも問題ないですけど、今回は焦げ茶にしてみようと思います。こんな感じとか、少し赤み強すぎるかなというところで、赤みを減らして。 えー、このぐらいの焦げ茶でいってみようかなと思います。これで、えー、ロゴとしては一旦完成と。